今回だからコールドディフュージョンという話で、今まで、大流行のディフュージョン法はユニークじゃないと、いろいろ他にもいっぱいあるんだというごく最近のペーパーを紹介します。これはね、僕にとってもね、これは結構目から鱗ですよ。で、コールドディフュージョン、インバーティング・アービタラリー・イメージ・トランスフォーマーズ・ウィザート・ノイズ。ノイズなし。で、トランスフォームズか。任意のイメージをインバートする。逆にすると。で、コールドディフュージョンだ。で、見てください。19オーガスト、2022。だから、新しいでしょ。で、これはね、僕ね、画期的だと思うよ。で、つまり、この絵が全てですわ。見るからに一緒ですよね。れ、ノイズ乗せてるように見えます。あ、上だけか。一違うんで番す。上だけがノイズを乗せてるんだ。ああ、一番そう上ながんだ。ディフュージョンモデルなんですよ。ああ、そうなんだ。オリジナルの画像があって、ね、ノイズを乗っけてフォワードで完全にディグレイディ、これが潰れてしまったと、ね。ノイズばっかりになったと。で、リバースで逆、ノイズを減らしていくと、これは別のセレブの絵になったっていうのは、これ別のピークに残ったわけですよね。でね、って言ってた。ところがですね、ここで、このね、ノイズを加えるだけじゃなくて、これブラー。ブラーっていうのはぼやかすというね。で、この写真、ぼやかすっていうのはどういうことなるほど。か。例えばですね、4つの画素のを足して平均するとかさ、あるね、カーネル注文とコンボリション取るということをやるんですが、そんなことやる、足して平均取るみたいなことしたら、ボケていくじゃないですか。ああ、ということは、このブラーをかけていく過程で、もう全然サイコロを振らずに、ディタミニスティックにどんどん次の画像を決めていくってことですね。そうなんですよ。これディターミニスティックなんですよ。で、また元へ戻していくと、また別の成分になると。ここでね、このディフュージョン法は、ね、こういうことやった。このディグレードした、このさ、ここがね、完全なガウスノイズですね。で、分散が1で平均が0の。で、そういうものは、サンプリングしやすいという話しましたね。だからここでね、任意な画像、任意なノイズをサンプリングすることは簡単なんですよ。で、サンプリングすると、こんなが出てくると。どこをサンプリングするかによってどんな絵でも出てくるわけですね。と、このブラーをかけるとですね、これはな、ここの絵は何かって言ったらね、この絵のね、色の平均値になるわけよ。わかります？そうでしょ？だから、こっからね、何かを取るっていう、これね、平均値だから、これね、3本のベクトル表現で、3色ですからね。で、この色っていうのは RGB の、なんとかでしょ？で、そこで適当にですね、何言いたいか、サンプリングすることは簡単だっていうことを言いたいわけよ。で、こうなると。これがまた面白いのよ。アニモールフィーって言って、ね、この人とね、動物の絵。このね、セレブの分布と動物の分布をミックスするの。モーフィングですよね。徐々にこう違う絵に移していくっていうのは、モーフィングって言いますね。これは表でしょ。で、表とこの人のね、中間っていうのがこうあるわけね。ほんでね、戻していくと別のセレブになると。面白いな。これ、例えばブラーって戻るんでしたっけ？ 6 って数字見たときに2足す4だか、もう3足す3だったのか、1足す5だったのか、もうわかんないから戻せないのか。それを言うならね、これだと同じ話なんですよ。ノイズになって何で戻るんやって。戻す方は学習したんでしょ？全方向から学習したんでしょ？戻し方は。だつまり、から、モデルに依存して戻り方が決まってるんですよ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。ですから、ね、小林さんがおっしゃるのはね、
それはどのもこの上の話でも同じで、ね、うん、こんなノイズになってしまって何で戻るんやって、うん、で戻るんだから、ね、ブラーだって戻るんですよ、ショーになっても戻るんですよ、うん、そうそう、だからそれ結局あれですよね、ディフュージョンでやってたことの一番原理的なところをあのちゃんと理解すればこれが理解できるという話なんで、これを思いつくことができるんだと、だからうまくいくんだって話なんで、うん、ノイズ、つまりガウスノイズを加えることが本質ではないってことなんですよ。でガウスノイズはディフュージョンの場合はガウスノイズなんですよ。だからディフュージョンが本質では、まあこの人はコールドディフュージョンとこれ読んどるわけだけど、コールドディフュージョンが本質ではないと。で、これはマスクはね、ね、これはこの大きさをこう、これ見たらわかるよね。こうマスクしていくのね。な、これ何もなくなるじゃないですか。で、今度マスク剥がしていくとまた別の人になるとか、ピクセレイトっていうのは、これはいわゆるモザイクね。モザイクにしていくと、また戻ると。これスノーっていうのはこれ雪をね降らしていくわけ、ここへ、ね、で戻すとまた元に戻ると。じゃ例えばその2番目のブラーの例でいくと、まあ、ブラーをかける方はディターミニスティックにも自然である特定の計算をすればどんどんブラーがかかっていくんですが、それを戻す過程というのはこのブラーがかかった画像に対して1ステップ戻ったら何になるかって1位には決まんなくて、いろんな画像がブラーかけたらこれになるっていうことで決まんなくなって分布しかないとなると、やっぱりそこでサイコロ振りながら戻るっていう酔っ払い歩きで戻らざるを得ないんじゃないか、そんなことですか？ここのいやそれでさっきのねディフュージョンモデルのね、サイコロ振ることがエッセンシーじゃないって僕は言ったわけです、ね、あのつまり直線、つまり酔っ払いでなくたって山は登れるわけですよ、酔っ払いでない方が山登れるよねと、だそしたら確実に行くべきところに行くわけで、だから戻る方でも酔っ払いじゃない戻り方があるっていうことですね。ああそうですそうです、うん、だから酔っ払いっていうの本質的じゃないってことです、で、まあそれがもう本質だと、あのエッセンスだと思ってください。だからあとは細かい話が、まあ、だから具体的にどうするのかという話があって、でまあアルゴリズムがあってと、でこの人はまあアルゴリズム1と2っていうのがあって、2の方がうまくいくよって、1だったら全然うまくいかないけど2だったらうまくいくというそういう話をしておって、ちことはこれ変分ベースみたいなことは全然やってないってことですか？そうなの、なんとなんと、でこれも例えばね、まあこれはねディグレイディってまあまあで、これオリジナルはこういうものがあるとね、でディグレイしたらこんなもんになっちまったと、まあこれいろんなやり方ね、でちなみにこれはエムニスト、まあ数字ですね、これはサイファーの点でこれはセレブだと、でこれダイレクト、これ2つのやり方ね、さっき言ってあのアルゴリズム1と2っていうのを提案してたんだけど、アルゴリズム1と2ね、1がダイレクトっていうので2があのこの人の提案でアルゴリズムっていうのが2なんですが、でオリジナルがこうで、でディグレードしてで戻ってくるとですね、これ元には戻ってない、戻ってないじゃないですかね、92になれば正解なんだけど923になったり432になったりして、完全に戻ってない、まあそのね、あの山には登っとるわけよ。ああ、そっか、数字という分布には戻れてるんだ。八ヶ岳って8個やけど、これ0から9までだから 10ヶ岳ですよね。で、まあ、で、まあね、ダイレクトでもアルゴリズム、この人なんでも、まあまあいい線いってるわけよ。で、あとはまあ数字でね、どんだけうまくいくかっていう話をしてて、で、これ、スーパーレゾリューション。スーパーレゾリューションというのは何かというとですね、こんなふうにね、こんなふうに、まあこれマスクをかけるんだけど、で、具体的に言ったら、例えばね、こんな顔からね、これが出てくるということですよね。もっともこれは最後ディグレードした結果だからね。で、これはまあこんなね、ボケた、なんですか、モザイクをかけたやつか、からこう戻って。これって実に面白いと思いません？モザイクをかけた画像から元が。モザイク外せちゃうじゃんって。そういうこと、そういうこと。
で、これは、まあ、スノーリーですね。でも、まあ、戻せますよ、という。で、まあ、これは式がこうあって、まあ、あと、ホットディフュージョンとコールドディフュージョンでどうだって。これはセレブですね。で、これが、まあ、動物ですね。まあ、そういうもので、コールドディフュージョンとブラーディフュージョンやってみたとか、まあまあ、まあまあ、いろいろ例はあるんで、まあこれじゃね、あんまり細かいことを言っても、もう式の話になるから言わないですが、ここでお話したいことは、要するに今大流行のディフュージョンモデルというものは、その確かにうまいこと言ってんだけど、ああでなければならないという必然性は何もなくて、もうで、ノイズが本質じゃなくて、ディターミニスティックにできると。で、今のところ、今提案したようなやり方が、まだ実用的、実用という意味は、あれでスピードアップ測れるかとかは、まだは、まあ、この人はまだそれほど言うてないわけよ。計算が早くなるんかと思ってましたけども。いや、なるかもしれない。ありえますね。いちいちサイコロ振らなくていいんだから、割と最短で山を登っていけるんだからっていうことですね。で、それは今後のまだまだ研究課題だと思うのよ。ただですね、私が思ったのは、だから、いや、この世界は深いってことで、で、これが今ね、8月に出てきたペーパーで、きっとね、これがきっかけになってね。そうですね、いっぱい出てくる。うん。なんかハイブリッドのやり方もありそうな気がしますよ、うん。ブラーとモーフィングを途中で切り替えるみたいなんとか。うん、で、それによって効果が、どういう効果が出てくるのかっていうのも、ちょっとすぐには分からないですね。分かんないね。だけど、うん、多分、絵のバリエーションを増やしたりとか、雰囲気変えたりみたいなには、効いてきそうな気がしますね。うんうん、なんか、だから今まで誰も分かってなかった、この絵の生成原理というものが、すごく分かってきたと。そういうことですよね。今回ではなんか広がりが感じられますね。そうなんですよ、うん、僕ね、この昨今のこのね、まあ狂乱のこれ見ててね、この AI っていうのはそんなね、汎用 AI とかいうような大層なもんじゃないじゃないですか、うん、要するにね、 P をデータが与えられた中で P of X を決めるってそれだけの話ですよね、うんうんうん、それは機械学習 の教科書を見たら昔からそんなことは書いてあるわけよ、うんうん、で、ただね、僕はね、まあ、この勉強会始めた時に、まあ、プリンスという人の教科書でコンピュータービジョンという教科書から始めて、その項目が章があるんよね、P of X を求めるという章があるんや。その時はね、データがありますと、ね、で画像空間にデータを分布してます。これがガウス分布だとしましょうと、ね。で、だとすれば、こんなが、で、そこからね、ガウス分布だからサンプリング簡単じゃないですか。で、サンプリングしたら新しいセルブの絵が出てくるわけですよ。ね、そんなことはできてたわけ。ただ、ボケボケの絵が出てくる。うん、で、それの今現在の進歩は何かって言ったら、そんな簡単な理論じゃなくて、ね、非常にややこしい分布を、ね、ガウス分布で記述するんじゃなくて、これディープラーニングを使ってですね、このややこしい括弧はややこしい括弧のまま P of X を表現しようと。で、それだけじゃなくて、ここでサンプリングできる方法を開発したってところが新しいわけよ。だから、解くべき問題はね、簡単に説明できる。ところが、出てきた P of X っていうのを、がね、あれが驚愕の絵を出すわけでしょ。うん、今、ミッドジャーニーとか、コールドディフュージョンでみんなね、まあ、今日も僕、外国の YouTube 見てたけど、こんなすごい絵が出るよって、ね、もうみんなね、興奮しまくってるわけよ。うん、それがね、極めて簡単な機械学習。P of X を決めるという、これだけの話。そこにはね、人間の脳がどうたらこうたら減ったくれるとか、そんな話一切ないのよ。これほど簡単な特化型人工知能でね、
これほどすごいことができるということが僕にとっては驚愕なんですよ。でみんなすごい映画出たと言ってるけどね、僕はね、なんであんなすごい映画出るのかってそこに興味があるわけですよ。でその一端がまあ分かりつつあるっていう話です。結局成立してない絵もあるわけですよね。そっちに戻っちゃうこともあるわけですよね、今回ね。いや戻っちゃったわけですよ。ミッドジャーニーでやったんでしたっけ、なんか小林さんがやるもん、ね、いやディフュージョン、ステーブルディフュージョンで、あのキリンの絵とかがもうぐしゃぐしゃになってて成立してなかったんですね。だけどその成立しないやつをより出しにくいようななんか原理を今の表情で見つけることができるのかもしれないですね。だからなんとか絵として成立してる絵の分布っていうのが P of X なんだけど、それが正しく把握できてて、そこからちゃんとサンプリングできればなり、あの今までにない絵をサンプリングしてもちゃんと成り立ってるはずなんですけどね。僕はそう思う。だから、うん、もう成り立ってる絵がありますよね、うん、で別の今までにない絵というのは成り立ってない絵な、うん、成り立ってる絵なんですけども、うん、これがやっぱ飛んでるわけですよ、ここからね。そうです。今みたいな方法で、うん、もうちょっと手前からもう少しこの新たな点にたどり着けるんだけども、うん、こっからこういくら移動し、うん、この中に移動していくのは難しいけども、うん、この山っていうか、うん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 、いやでもそれこそモーフィングの話で、マリリン・モンローからトム・クルーズへの連続に顔を変えていくっていうのは全部セレブの絵ってずっとこう来る道ってあるじゃないですか、きっと、うん、だからそこは断絶がなくてちゃんとこうセレブ空間っていうのは全部つながってて連続なんじゃないですか。そうなん、あのね、今のね小林さんが前おっしゃった話ね、例えばそのトム・クルーズとマリリン・モンローね、真ん中取ったらね単に足して2で割ったような絵が出てくるじゃないかとおっしゃったね。それはね、それは実はね、直線で結んだ場合。うん、元の X の空間でやったら、本当に 50% で 50% で半透明で合成しただけの絵になっちゃいますよね。それはね、今僕が言うたね、この太陽体がこんな格好になっとるわけよ。まあまあ、こうでもいいやな。うん、で、この橋が、これがね、マリリン・モンローで、これがトム・クルーズだった。出してみたら中点だからもうセレブ空間からずれますわなって。だからそれはダメなんですね。ダメなんですね。でこの上がね、これセマンティック、まあ、意味が変わっていくと、うん、トム・クルーズ的からマリリン・モンロー的に変わっていくわけ、うん、でそれをやるためにはですね、うん、この戦場いかんといかんわけ、うん、そこでやね、そこでね、実はこれポンとするためにはね、うんね、あの潜在空間に落とした方がいいの、うんうんうん、だから今のディフュージョン法は実はね、あの R の絵、あの工事でユークリッド空間でそのままやってるわけ、だから歪んだら歪んだままない、うんうん、でこれをねこうやったら、あのいやだからあのステーブルディフュージョン実はこうやってるわけ、うんうんうん、あのつまり潜在空間に落としてやってる、うんうん、でダリは違うんだ、ダリとかね、うん、あれもあの元のダリは、はい、VAE だから、まあそれ、いやいやいや、ダリは VAE だけど、ダリ2は、あ、ダリ2は高次元でノイズイングディフュージョンで次元を減らさない、あの、うん、いやどっちもディ、はい、デノイズイングディフュージョンなんやけど、はい、ダリ2は高次元のままで、あ、はいはい、で、あの、うん、ステーブルディフュージョンは低次元として、うんうん、でも潜在空間になっちゃえばこれとこれの中点を取ればちゃんと意味的など真ん中になってるし、ね、内分点は好きなように取れるという、平らなんだからも何やってもその分布の上に乗ってるじゃんっていうことになるわけですね。多分今のことが分かったらね、僕ね、僕さっき言ったように要するにね、山があって、ね、安ヶ岳みたいな山があって、で登っていくっていう話をしたわけよね。一番ふもとから、まあ、登っていくんで、こっち高いよ高いよって、で行った時にこれはねちょっとまずったと思ったらね、ね、ちょっとまた降りるんで、また登ってみると、だからそういうことをね繰り返せばね、自分の望みのところに行けるはずない。だからこれ失敗したなと思ったらね、それにまたノイズを加えるんだ。新手法ですねそれはね。
出てきそうですね、うん、そういうのね。うん。うん、いや、そうだけど、しまったというのをこう見つけ出すのはちょっと難しいかもしれないですね。うん、最後まで行ったときにっていうこともあるかもしれないですね。いや、そういうことはね、ペーパーに書いてあるんで。あ、書いてあるんですね。書いてあります。なるほど。で、書いてあるんで、だからそれをね、実際に、そのステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーが取り入れるかどうかの問題になってくる。うん、で今ね、僕 YouTube 見てて、ステーブルディフュージョン新しいバージョンが出たってね、興奮してるわけよ。ね、でミッドジャーニーもなんか新しいバージョンが出たとか。おお、そうなんですね。あるでしょ。だから、うん、誰もなんかアウトペインティングできるようになったとか。そうですね。いや、だからね、もうね、固定してないのよ。どん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 進化してるのよ。すごいですね。すごいですよ。うんうん、という、まあ、話ということで、はい、いいですかね、はい。結構長くなりましたね。はい。はい